工事現場は小平地区工場亭の復旧作業の工事現場でございます。また左手奥の方見えております漁港は浦浜漁港でございます。左手には今現在の小平岩ご覧いただくことができます。また次のトンネルを抜けますと列車の方は三陸町小間地区へと入ってまいります。その先見えてまいります漁港は泊まり漁港でございます。また左手には今現在の沖合はご覧いただくことができます。右手左手に今現在の泊まり地区ご覧いただくことができます。また間もなくして進行方向左手斜め下流れます小さな小川にはこちらでも秋になりますと鮭の遡上をご覧いただくことができます。まもなくいたしますと進行方向を左手沖縄は見えてまいります。まもなくこれに到着でございます。Oh, my God.